政府が10月に飲食店やコンサートホールなどで始める行動制限緩和の実証実験の内容が分かりました。全国10カ所程度の地区が指定され、ワクチンの接種のあるかないかで、飲食店内のエリア分けですとか、クーポン券付与などを検討します。政府は現在19の都道府県に発令している緊急事態宣言、今月いっぱいで全面解除することを検討していますが、今後も感染増の波 みが予想されることから、実験結果踏まえて、感染対策と経済の両立。これに向けた仕組みづくりを急ぐとしています。藤井さん、これに関していかがでしょうか。うん、まあ、実験するのはね、はい、いいことだし、ええ、あの緊急事態宣言を緩和して。はい、あの、まあ、経済をね、まあ、していきましょう。いうのも大変結構だと思うんですけどね。はい、これなんか、ちょっとね、よくわかりにくいんですけど、ええ、これ要するに。 えっと、ワクチン打ってる人は、普通に店に入ってもらうっていう場所を10箇所作って、まあ、その、箇所っていうのがどういう的、えー、がわかりますか地区、区のようですか、ね、しょうね。えー、ここ入れて、はいで。そこが予想よりも、感染が増えるか増えへんかとかっていうことなんですかね、はい、調べるのは。えーえー、でもね、これあのー、別にワクチン打ってなくてもやってね、はい、それでも増えるかどうかやってもらわないと、実験にならないですよね。はいえー と、これおそらくそのワクチン接種している人はこのエリアにいてくださいと。うんうん、で、そうじゃない方はこちらのゾーンにいてくださいみたいに分けるんですかね、これね。そ,そうなんですか。ちょっとこれ、えー、今さっき新聞も見ましたけど、えー、ちょっとわかりにくいですよね。えー、ちょっとわかんないですけど。はい ちゃんとね、だからワクチンを打ってないくても、大丈夫だっていうのもちゃんと証明してもらいたいですよね。えー、ちゃんとこう、それほど目鼻口触らないマスクしてるとか、ね。そうですね。換気しっかりしてるとかね、それとはなんか全然何もしてないと。い。いうところとね。 まあおそらく関係してないとには皆さん行きたがらないでしょうけどね。今となってはね。あとはだからそのクーポン券付与というのも、だからこれはおそらくワクチン2回接種して、接種している人に、えー、クーポン券っていうことなんですかね、これね。うえー、どうなんでしょう。まあだからちゃんとした、はい、実験じゃないんでしょうけどね。えー、なんか要するに行政がやろうとしてるワクチンを売ってる人は行動緩和するよっていうの、はい、でも大丈夫でしたよ、はい。 で二週間後に言うための、えー、まあなんていうかあーーアリバイ作りというか、えー、逆アリバイ作りというかね、はい、かそんな感じなんですかねでこれ具体的にどうかというと、うん、その具体的な地区とかデータの取得の方法などは、うんえー、その 自治体と協議して最終決定するとで、実験の期間は来月中の2、3週間程度を想定しているということですね。で、北海道、埼玉県などが参加を表明中ということです。で、麻生財務大臣はですね、おとといの記者会見で、政府の新型コロナウイルスの感染症対策分科会などの専門家の主導で、これまで導入してきた行動制限について、その根拠はなんなのか、本当にそれが必要で効果があったのか、こういうふうに に麻生さん苦言を呈しましたこの麻生さんの発言いかがでしょうかどう思いますえ、これもう僕こんなやつ大臣やめろって僕書いてるんですよツイッターですぐやめろ何かやめろお前って言ってるんですよ麻生大臣やめろとやめろはい。って言ってるでそう思わない人の気持ちが僕にはわからないなんで思わないのかはは。え、わかりませんこれ大臣たるものが そこまで理解をしてないってことですか、うん、違いますよ。だってお前が止めたんでしょ、えー、止めただって、行動制限かけた内閣じゃないですか、はい、それはそうです。だからそれが大臣でしょお前は、朝を、えー、に言ってんですよ、はい、お前は、はいはい、それが行動が、感染に抑制に効くと、えーうん、いうことを判断して止めたんだろう、えーえー、大臣たるものそれを知らないで行動をね、制限してたのかってところですよね。だ,だって止めた本人ですよ、この人。はいえー、止めた本人がこんなん言うってありますかはい、はい うん、ってね、ええ、いや、今の寺島さんの反応を見ても、そう思わないんですね、ええ。いや、思わないんじゃないんですけども。アナウンサーは言ないってことですかいや、だって違いま<や>す僕、一国民として、どう思いますって、普通に、ものすごく穏やかに聞きましたよね。ええ、いや、これだからし、 一つの考え方として、至極当然なことを言ってますよね。今回言ってますよ、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 言ってますよ。僕はこんなもん、昔っかり言ってますよ、こんなこと。藤井さんはだから前から言ってますよね。言ってますよ。まず一つは、今更何言ってんだってのが一つです。いや、で、違うんですよ、だからね。で、もう一つは、だから、大臣たるものは内閣なわけですよね。内閣の人たちが全部分かってて、その、例えば制限をかけてきたわけだから、それ今更何を言ってんだっていう。今更とか、まあそうだけど。 これはね、ええ、即刻自陣すべきですよ、こんなこと言うなんて。だって、こんな無責任な発言ありますか、うん、大臣のくせに。うんえー、だって、行動を規制したんですよ、この人。はい、この人が。ええー。服、だって、これなんですかこれ、もう財務大臣でもでって、閣僚のメンバーですよ。はい。だから我々からしてみれば、その、だってこの人に命令されて僕ら行動規制してたんですよ。はい。 で、命令してた方がですよ。例えばなんか、ちょっとお前そこそ掃除しといて、で、掃除一生懸命やけどやって、はい、で、掃除終わったら、え、掃除しても意味ないねんけどな、って、うん、後で、でね、お前がやったからここ掃除したんやろ、えー、内閣の人間がね、どういう基準で判断してたんだよってことですよね。これはね、うん、ででもね、なんていうか、えー、怒らない人いるんだなぁと思って。あーはー いや、だからアナウンス、いや、僕言ったじゃないアナウンサーですけど、ちょっと置いといて、一国民としてどう思いますって。はい。もう僕にはもうわからない。こんなんじゃもう、ちょっと民主主義なんて成り立たない。はい。これで怒らなかったら。ええ。うん、と僕思いますね。はい。ま、これはだから、えっと、麻生さんのみならずってことですよね。内閣の、その、ま、大臣、特に。うん。ですよね。ま、総理から始め。これだからね、謝罪すべきなんですよ。根拠がないのに自粛させてごめんなさいって。ええ。 分からんとと当時は分かんなかったんですとかだったらまだかまあそうかそうか、謝罪をね。謝罪をね。だって、行動止められたんですよ、僕ら。はい。で、<う>お金払わされたんですよ。ええ、言ってみたらコスト払ったんですよ。ええ、そんなお金意味ないよな、うん、いや、お前が悪い言ったからあろうたんやろ、お前。はいええ、いやもう僕こんな人と付き合われへんわこんな人間関係。いや、だから政治は人間関係と一緒ですから。ええと僕思いますけどね。ていうか、ええ え何どうなってんのか。あいやいや、あの、今、私以外のそのね、もっともっと怒ってる人もいるかと思うんですよ。いや、違う、違うんですよ。だから、怒れって言ってんじゃなくて、おかしいですね。えって、まず言わないと。はい。それも言っちゃダメなんですか、アナウンサーって。いや、そういうわけじゃないんですけども。それも言っちゃダメなんですかいえいえ。だって、こ、だって、ボケ王子じゃないですか、これ。はあ。え、今のダメなのダメなのかいや、大丈夫ですよ。うん、だって、はい。だ、だ、だ、お前、 でしょこれ、えー、いや、それは、あの、<laughs> ちょっと、僕にはもうちょっともう、えー、わからない、これ、こんな国。えっと、ちょっと、すみません、<laughs> 藤井さんと私の怒りの度合いが違いま、ね、いやいや、怒りじゃなくて、筋が通ってないってこと言ってるんですよ、ね。ええー。これはおかしい、ね。その筋の通ってないのはよくわかります。うん。だって人を殺しって、はい、うん